はい、お預かりします。おはようございます。9月20日水曜日、現在の時刻が夕方の5時45分です。久しぶりです。動画作るの久しぶりですね。はい、夜勤連続、今日も夜勤明け。はい、ほとんど稼働、いやそんなことない、今週結構実は頑張って稼働はしておりました。はい、先週、先々週、その前も3週間合わせてかな。おっと、なんか鳴ってる。これはどうしようかな。相変わらずお安いのがお好きですね。行ってもよし。話の途中になってしまいましたが、ここ3週間ぐらいですね、平日にほとんど稼働できずに週末にしわ寄せがいて、1日50件やんなきゃダメとかね、週末で80何回とか、そんなのを繰り返してたんで、今週はちょっと頑張って先に削ろうということで、寝る間も惜しんで夜勤の合間に稼働しておりました。ただ、さすがにね、ヒットポイントが足りなかったんで、都内にも出ておりませんし、動画を編集する余力がなかったということで、ここまで作ってなかったんですが、で今日もね、本当は作らないでいいや、とにかく件数削ろうなんて思ってたんですけれども、夕方から雨予報出ておりまして、まあ、今小降りで降ってますけれども、雨クエも出てます。まあ、それで撮影してみようかなと、そんな風に思い立ったわけです。5時52分、配達完了しました。今配達終わったのが今日のアメクエの1軒目、サンマルクカフェ北習志野店さんです。5時半過ぎ、5時33分ぐらいだったかな、アメクエ開始に合わせてオンラインにしまして、5分待ちぐらいで呼んでくれてました。で、次譲ってくれてるのが霞フードスクエア高値台店さん。ちなみに分単価、先ほどのサンマルクカフェさんが24円。今回の霞フードスクエアさんが21円でもって20分701円。こっちの方が実は分単価高いね。これは行っちゃいましょうか。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。霞フードスクエアさんのピック完了しまして、お次追加オファー受けましたバーミヤン船橋松ヶ丘店さんに向かっているところです。今回のこの追加分だけ考えるとですね、プラス20分で701円ということで、分単価35円超えてるんですよね。急に上がった理由は何なんでしょうか。今日ね、動画は撮ってないんですけど、一応午後から夜勤明けに午後から稼働開始して、まあ、ずっと報酬安かったんですよね。でアメクエ開始後も一応分単価が24円21円と来てるんでね、上がる要素がよくわからないんですが、まあ、何人か配達員の方が蹴ったと考えるのが妥当な感じもするんですけれども、お届け先大和田新田ということで決して悪くない感じなんですが、どういう理由があったんでしょうか。担々麺、バーミヤンラーメン、麻婆豆腐、担々麺、餃子、チャーハンセット。はいはいはい、ありがとうございます。お預かりします。ダブルピック完了しました。バーミヤンさん、確かに混雑はしてましたけど、ロングのピック待ちがあったような気配はないので、受けキャンされたということはなさそうですね。何人か配達員が蹴って僕に回ってきて、報酬が少し上がったんですかね。やはりよく分かりませんが、天気予報がね、一応今もう茨城の方に雨雲強いのは抜けて、まあ、あと多少強いのがこれからこっちに来るみたいですが、さっきまではね、周り結構稲光が見えたり、黒い、すごい黒い雲が見えてたりして、周辺で強い雨は降ってそうだったんで、まあ、トータルで千葉県とかその辺のエリアに配達員が少なくなってて、報酬が上がってる可能性も若干あるかなというところですね。多少減ったぐらいでは上がらないとは思いますので。6時42分、ダブル配達完了しまして、お次譲ってくれてるのがマクドナルド296八千代パルル店さんです。この分単価が25円ということで、また落ち着いてきましたね。まあ、さっきのはたまたまなんでしょう。こんばんは、ウーバーです。マクドナルドさんのピックアップ完了しました。で、先ほどのバーニャンさんの分単価35円の件なんですけれども、商品数結構多かったんですよ。まあ、それで商品代金も高かったんじゃないかなと思うんですけれども、ウーバースさんがね、高額案件ちらほら飛ばしてくるようになった時期に、そういう商品数が高い方が出やすいよという仮説を立ててる方いましたね。で、実際そういう傾向もある程度見られたかなとは思ってたんですけど、まあ、狙って取れるもんでもないんで気にはしてなかったんですが、そういう意味があってさっき少し単価が上がってたのかもしれないですね。ただどっちにしてもね、分単価35円なんで、実際には大騒ぎするほどの高単価でも全然なかったんで、はい、まあね、ここのとこ報酬ずっと安かったんで、思わず僕が興奮しすぎてしまっただけということですね。
いましょうか。6時57分配達完了しまして、お次譲ってくれて最初に呼んでくれてたのがとんかつの脇地八千代緑ヶ丘店さん。その後追加オファーも受けてます、びっくりドンキー八千代緑ヶ丘店さんで、びっくりドンキーさんの方を先にピックに来いという指示に変わりました。できてんのかいっていう気はしないでもないですが、指示通りに行きたいと思います。ちなみに最初に呼んでくれたとんかつの脇地さんの分単価が25円、追加オファー分は当然分単価20円に届いておりません。グラムフライドポテトです。はい、お願いします。ありがとうございます。お預かりします。びっくりドンキーさん、わずか2、3分のピック待ちで済みました。ありがとうございます。で、もう一軒のとんかつの脇さんに向かいます。はい、これです。はい、ありがとうございます。お預かりします。22分、ダブル配達完了しまして、お次ジュズってくれてます、マクドナルド296八千代パルル店さんのマックデリバリー代行です。で、一つ前の追加オファーね、分単価20円も届かないようなやつもバンバン普通に行っちゃってますが、理由としてはね、完全に雨上がっちゃってるんですよ。雨くれてて、雨が降ってない、もう路面も乾いちゃってますからね。そんな状態で地元ということは、今のところジュズってくれてますけど、なりが期待できないと。ありがとうございます。花見川行きか、それでも構わず行っちゃいましょう。7時42分、マクドナルドさんの配達完了しまして、お次も譲ってくれました、カレーハウスココイチ八千代大店さんの1店舗ダブル。今日鳴りいいのかな。はい、ありがとうございます。お預かりします。2月まで。8時7分、カレーハウスココイチさんのダブル配達完了しまして、お次もジュズってくれました。雨はすっかり上がってるんですが続いてくれてます。呼んでくれてるのが後楽園八千代大店さん。ちなみに天気予報確認しましたところ、一応また9時過ぎから雨が降る予報にはなってます。ネギが3個で、はい、わかりました。はい、ありがとうございます。お預かりします。はい、後楽園さんのピック完了しまして、ピックアップ完了ボタンを押そうとした瞬間に次のオファー、追加オファー飛んできまして触ってしまいました。ウーバートラップ発動です。ただマクドナルド東習志野店さんということで、まあ多分自分で選んでても取ってたんじゃないかと思いますが、はい、とりあえず PPDD ダブルの形になりました。こんばんは、ウーバーです。お願いします。はい、いやいや、まだジュズル、すごいね。分単価もちょっと上がった。8時40分、マクドナルドさんと後楽園さんのダブル配達完了しまして、お次もまたまたジュズってくれてます。もっともっとみもみ店さん。しかもこの配達終わると雨くえかんくりです。はい、ありがとうございます。お預かりします。ついでですから行っちゃいましょうか。8時50分、ホットモットさんの配達完了しまして、これでアメクエ12回カンクリです。制限時間まで1時間以上残してカンクリということで早かったですね。しかもまだジュズってくれてます。スシロー花見川店さん、せっかくなんで行っちゃいます。分単価は25円。はい、お預かりします。9時8分、配達完了しまして、ようやくここでウーバーさんのジュズレンが止まりました。で、ダブルオンライン出前館も立ち上げたら、出前館がすぐなってくれました。某インド料理屋さんです。こんばんは、出前館です。はい。はい。
出前館の配達完了しました。今の案件がピック 1.1 キロ、ドロップが 3.8 キロということで合わせて 4.9 キロで、かかった時間がだいたい19分くらいですね。報酬が636円ということは分単価33円。ただクエストがない出前館ということで、まあ、今週 Uber さんが外れクエストなんで100円とりあえず引いて計算してみると分単価28円。なんか今までより微妙に下げてきてるというか、Uber さんの価格帯をすごい睨んで設定してそうな気配がありますね。で、次譲ってくれてるのがまた出前館さんなんで、そちらでも検証してみたいと思います。呼んでくれてるのが某ちっちゃく泊まるコンビニエンスストアです。はい、はい、ありがとうございます。はい、お預かりします。お願いします。失礼します。はい、出前館の配達完了しました。今の案件がピック 900m、 ドロップが 2.4 キロということで合わせて 3.3 キロ、かかった配達時間が全部でだいたい12分ですね。で、報酬が612円ということは分単価が50円超えてます。51円で、まあ、クエスト分として100円引いたとしても40円超えてるということで、今回の案件で考えるとまあ Uber さんより全然良かったということで、さっきのがまあたまたまちょっと安かったのかなっていうところですね。相変わらず出前館さんの方が安定した金額出してくれてそうです。で、今度はダブルオンラインで Uber さんが11分317円、まあ実はそんなに悪くない、 Uber さんにしては言っちゃいます。そんなに悪くないとか言ってると、たった100円の報酬で下げに来る、どうしてくれようか。合わせると16分で417円、そんなに実は、ひどくもない。いっちゃえ、件数件数。こんばんは、ウーバーです。はい、というわけで追加オファー受けました。ローソン船橋薬園台1丁目店さんすぐそばです。こんばんは、ウーバーです。まだなる、行ってしまえ。10時7分、ローソンさんとマクドナルドさんのダブル配達完了しました。ローソンさんの方で結構ビッグマッチ発生してしまいましたが、調整金結構いただけました。200円、ちょうど200円いただけた形、617円報酬になりました。そこまで悪くない結果になりましたね。でもって次また譲ってくれてます、マクドナルド薬園台店さん。今日のこのなりの良さは一体何なんだろう。冷たいものと、はい、ありがとうございます。嘘でしょ、まだ鳴るの。いっちゃう。でももうこれで最後にしようかね。10時16分マクドナルドさんの配達完了しまして、お次同じマクドナルド薬園台店さん譲ってくれてます。今日はいつまでになってくれるんだろう。ただもうちょっと本当にね、今日夜勤明けでやってるんで体力的に限界来てるんで、これで最後にするとは思います。こんばんは、ウーバーです。はい、10時24分マクドナルドさんの配達完了しました。で、この辺で疲れも溜まってますんで稼働終了したいと思います。はい、で結果発表です。今日ね、撮影は夕方のアメクエからかとは思いますが、途中で言ったかもしれませんが昼間から稼働してました。夜勤明けに3時間ちょっと仮眠とって11時半スタートくらいですかね。ただまあ体力もなかったんで、とりあえず撮影しないでもいいやと思いながら始めてたんですけども、アメクエがあるといったところあたりからなんか撮影するかという気分になって撮ったような形です。で、走行距離が140キロ、オンライン時間がその休憩はほとんど取ってないんで、調整に使ったアメクエ開始に合わせてちょっとオフラインにしてたくらいなんで10時間45分ですね。で、出前館昼間も3件乗ってたんで合計で5件乗ってます。売上約3500円、 Uber さんが驚きの31件、15296円ということで、両方合わせた総売上がだいたい18800円。地元とは思えないというか、とにかく鳴り続けてくれました。で、今日の Uber さんなんで鳴りが良かったんだろうって考えると、特に理由が見つからないんですけれども、雨クエで出て雨がほとんど降らなかったり、逆にねマイナスの要素の方が大きかったかなとは思うんですけども、
まあ一番は運が良かったっていうのがきっとあるんでしょうね。行く先行く先がまあたまたまオファーがあるような場所に行けたと。もちろんオファー受けづらい場所の案件はなるべく選ばないようにはしておりましたけれども、あとは何でしょうね。やはりここのところかなり単価下げてきてたんで、ウーバーさんの配達員が出前館に流れたり、もうウーバーやんないよっていうような形になった可能性もなくはないかもしれないですね。今週まあ夜勤が続いてたんで、月火水、まあ、火曜日はほとんど稼働してないんですけど、月曜日と今日地元で稼働したんですけど、やっぱ基本的に安かったですよね。月曜日とかもひどい単価随分飛ばしてきてたんで、多分ここで入れると思うんですけど、こんな感じの単価がバンバンバンと来てて、やっぱやらない人も増えちゃったのかなっていう気がしますね。まあどちらにしても、はい、今日はもうここで寝たいと思います。またおやすみなさい。